はい。エハさん。はい。気づきました。ここの先週と変わったところ。うん、はいはいはい、わかりますよ。おお、はいはい、あ、やっぱり分かっちゃいます。分かる分かる分かる。分かっちゃいます。うんうん、はいはい、わかります。何ですか？こっちのあの胸元のタトゥーがネバーギブアップからギブアップになった。ねえ、違います。え？真剣に真剣に。真剣に？真剣に。髪がちょっと違う。全然違います。え？あ、左肩がちょっとたくましくなってる。いや、まあまあ、ちょっとお尻から何ですか、まあ許します。はい、ここ先週からジムレビュー始めました、皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、心です。始まりました、ギノガルフ、はい、ジム通い出したの？あの前もちょっと話したと思うんですけど、うん、お父さんがジム通ってて、あ、それで誕生日プレゼントもジムのやつにしたって言ったんですけど、うん、このお父さんも通ってるから、ここも一緒通おうと思って、おうおうおう、なんか一人で通うの怖いなと思って、うん、お父さんも一緒いるし一緒通おうと思って入ったんですけど、うん、先週ちょっとまあ1回だけ行きまして、うん、気づくか気づくかもあるけど、ちょっと俺左肩がたくましくなってるって変な、中途半端に近い答えを出すっていう、ね、黙ってた方がまだ良かったぐらいの、ごめんね。気持ちいい、シュッてしたし、シュッてした、うん、たくましくなりました。まあ、1回でそんなに結果が出るかどうか分かんないけど、そうですね、あの、まあ、初めて行ったとするじゃん、うん、メニューがいろいろみんなそれぞれやってると思うんだけど、うん、何をしたの具体的に？ここはなんかもう、なんだろう、最初からちょっとガチなやつ挑戦するのはちょっと恥ずかしいなと思って、うんうん、とりあえずあの、なんていうんですか、ランニングマシーン、うん、あの走るやつから挑戦して、うん、30分で疲れたから帰りました、うん、あ、でも30分走ったの？うん、30分、あ、でも間休憩は入れました散歩みたいな感じですね。ほら、お父さんと一緒にいたんで、ジムの滞在時間30分お父さんはずっといたんだよね。お父さんはずっといて、あのココと一緒にこのライブ前に行こうかなと思って、うん、あのライブがちょっと遅かったんで、今週、うん、あ、先週か、先週遅かったんで、まあ、ライブ前にお父さんと朝から行って、はいはい、うん、まあ、もうちょいいる予定だったけど、うん、まあ、うん、まあ、もういいかなって言って先帰るわって言って帰りました。30分で、あ、これもう行ってないことにした方がいいんじゃないいや30分でしょ、なんだろう、でしかもランニングマシンだけでしょ。朝から家から出た、朝から家から出たあの朝からちょっとそのジムで行こうっていう行動をしたここを褒めてほしいんですよ、うん、はい、いや、いや僕基本、うん、この間言ってたけど、面倒くさがりだと。ああ、なるほど、うん、そうか、うん、そうそうそう、それで言うとちょっと大きな一歩というか、だからそう、ちょっとその日は本当はライブも夜遅くからで、うん、もうお昼にゆっくり起きて行ってもよかったけど、うん、朝からお父さんに起こされて、うん、あの頑張って行った無理やりやし起こされて行ってるの頑張って行った。お父さんがきっかけ誘ってくれたの？あ、そうですね、ここも、あ、いいなって言ったんですよ、ジム通ってるの、うん、いいなって言ったんですけど、そしたらお父さんが、あ、じゃあ一緒入るって言ってくれて、うんうんうん、あ、じゃあ入ろっかなって言って入会してって感じで、うんうん、まあでもね、やっぱ体を動かすことはもちろんライブではやってると思うけど、うん、レッスンとか、ね、うん、それとはまたジャンルが違うからさ、ジムのは、うん、使う筋肉とか、うん、だってほら最近、今も今日もそうだけど、あ、そうそう、ちょっとちょっとアピールしようかなって思って、それで、あの、そうなんですね、タンクトップなんで、そう、アピールしようかな、タンクトップ着始めたってことは、うん、やっぱ体を作った方がかっこいいじゃないですか、うん、はいはい、うん、だからそういうのも踏まえて、うん、空き時間にちょっとずつ、じゃあ、そう、ちょっとずつちょっとずつ、うん、いいですね。いや、まあまあ意識は高くですけど、まあ、次いつくかですよね、うん、できれば誰かちゃんと分かる人に教えてもらった方がいいと思います、ね、そうですよね、メニューとかね、うん、何やるとか、ただ30分休みながら走りに行っただけですジム行ったじゃなくて、うん、ただ30分走りながらそんな感じになるからね、はい、さあということで今日はあのちょっとゲストもいるということで、はい、テンポよく分かりました、進めていければなと思っております、はい、はい、では進めていきましょう、この1時間、この1時間じゃねえか
この1時間何があったかなじゃないよな、はい、この1週間喋ってもいいでしょ、この1時間大したことないから宜野湾に向かってました、急いでこっち来たぐらいでしょ、はい、この1週間何があったのかなのコーナー、はい、ジョイハさんから、はい、はい、先週ですね、うん、あの高校生のモアイに参加しまして、っていうのはどういうこと、高校生がね、うん、あのうちの高校生グループが、うん、じゃあ今年から毎月1回モアイをやろうと言って、うん、まあ、前もやってたんですけど、うん、まあ、集まってちょっと、まあ、飲み会ですけどね、うん、ただのをやろうと言って、高校時代のメンバーでモアイってこと、そうそうそう、はいはいはい、ね、なんて言ったっけ俺、いやいや確認です、あ、はいはい、高校時代の友達で、まあ、モアイをあの今年、高校のモアイっていうからなんかどっから高校生の中に紛れ込んだのかなと、いやいや、そうです、すいません、高校時代、自然にもほどがありますよ高校時代だ。高校時代の友達の、うんうん、まあ、モアイを、はいはい、まあ、実は今年から、今年の1月から開催してるんですけども、うん、まあ、なかなか行けなくて、まあ、先週行ったんですよ、はい、まあ、久しぶりに、うん、で、まあ、あの、まあ、何年かぶりにもちろん会うやつもいれば、うん、まあ、あの半年ぶりにとか、うん、とは言って もうみんな久しぶりで、うん、ワイワイとちょっと喋って、うん、あの改めて、まあ、ちょっとやっぱ仕事でね、うん、仕事仲間でとかなんとかであの飲み会とかしてると、うん、まあ、ちょっとあのなんだろうな、やっぱ高校の時の友達の飲み会と全然ちょっとだけ違うじゃない、その話の内容だったりとか、いやちょっとじゃない、だいぶそれは、まあ、あのバカになる時はバカ話あるけど、やっぱそれぞれみんなもう年重ねてるからね、そう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 、うん、仕事とかだったら、まあ、バカ話もするけど、うん、まあ、やっぱ仕事の話もしたりだけど、やっぱ高校生の中お会いでね、あの集まると、まあ、ずっとバカ話してるんですよね、うん、まあ、それがまたちょっとあの久しぶりで楽しくて、まあ、ちょっと二次会まで行って、うん、やっぱこれもお会いはやっぱ参加できる時には毎回参加した方がいいなと思って、うん、まあ、ちょっと気持ちよく家に帰ったんですけど、うん、家帰ってからなんですよね、ちょっと衝撃というか、どうしたどうした、あのうちの妻もその日別の飲み会行ってて、うん、じゃあちょっと2人今日別なんか飲み会あるなっていう話してたんですけど、はい、まあ、僕が帰ったら、うん、もう妻は先に帰ってて、うん、もう寝床についててもう寝てたんですよ、あら、はい、あ、もう寝てるなと思って、うん、ちょっとなんだろう、ベッドからちょっとはみ出してちょっと寝てたので布団から、うんうん、これ起こそう、ちょっと直そうと思って起こそうと思ったら、うん、あのフライドポテトの袋を抱えたまま寝てたんですよ、おーおーと、おお、こんなわんぱくね、あ、みんなちょっとだって40超えた、まあ、50手前の女性がポテト抱えたまま寝てるんですよ、そうそうで、ね、で起こしたんですよ、はい、起こしたら、うん、起こしてすぐですよ、うん、袋からポテト立って食べ出したんですよやるな、それ衝撃じゃないですか、びっくりして、やるね、まだそういうのできるんだ、うん、だからへで俺もそうそうそう、うん、見てちょっと 僕もいいあんべしてたんですけど、うん、その意味でちょっと目が覚めて、うん、怖って言ってちょっと怖いよな、これができるってのは、うん、でポテト食べてまた寝るっていうベロベロになるときは奥さんもベロベロになるじゃないですか、はいはいはい、その状態になってたってこと、その手前ぐらいになってたかもしれないですね、はい、何度か見たことありますけど、はいはいはい、あなたに負けないぐらいベロベロになりますよね、っびっくりしました僕もちょっともうね負けてられないなと思いました、ね、いらんいらん、夫婦ではいらんどっちかはちゃんとしてほしい、もうちょっとあと2杯ぐらい追加で飲んでてもよかったなと思った、うん、っていうことがありました、ちょっとでも心配にはならないちょっと心配にはなるよねポテト持ったまま寝てていや抱えてたんですけどね、抱えて大事にこうやってぬいぐるみかなっていうね、ポテトでした、うん、すごいな、はい、できるだけ気をつけていただければできるだけ誰かが伊波家はもう家族でお互いサポートをし合いながら、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、うん、はい、生活していただければなと思います、はい、気づいたら言ってね、なんか悪いところがあったらお願いします気づいたらね、はい、分かりました、はい、じゃあ続いて僕なんですけれども、うん、先週の土曜日か、はい、15日ですね、うん、沖縄アリーナで沖縄コレクションに、うん、はい、行ってきたんですよ、うんうん、でまあああいうのを見るの僕初めてで、うん、どうなのかなと思った入り口からもお客さんもすっごい並んでて入場するのに30分ぐらいかかって、そう、そんぐらい列ができてて、まあ、やっと入りました、で席に座ります、7割ぐらい女性です、その中に、うん、
人こう静かに座ってたわけですよ。そしたらもうオープニング前からアクターズの子たちがちょっとオープニングアクトみたいな、なんかそういうその前かオープニング前のいろいろちょっと盛り上げてて、うんうん、で本番始まったらダイスがいきなり歌い出して、ああはいはい、そうそうそう、オープニングアクトみたいな、そうそう、もうトップバッターで歌い出して、はいはい、その時点で会場大盛り上がりなのよ。うん、そこまでは俺も分かる、うん、分かる、はいはい、ただ、うん、日田さん、もう我々もう勉強不足と言いますか、うん、時代についていってないと言いますか、はい、多分同じ感覚だと思うんですけど、うん、9割わからないです。あ、その出てる方、出てる方の多分その、まあ、YouTuber であったり、うん、そのインフルエンサーであったり、うん、まあまあ、モデルさんももちろんね、いるんでしょうけど、うん、例えばですよ、うん、東亜さん、あ、東亜さん知ってます？あ、聞いたことありますよ、東亜さん。知ってるよ、知ってるよね、知ってる、知ってるよね。あ、心はちょっとあんまり名前ぐらい、あー YouTube にないんで、ちょどんどんいけば、はいはい、中町あやさん、あー、うーん、はい、綺麗な方ですよね。うんうんうん、そうね、それは間違いない、はいはいはい、でこれ俺知ってた、なこなこカップルは知ってた。あー、なこなこカップル、すごい高校生にも人気、これは俺も知ってた、なこなこするカップルですよね。うんうん、竹下パラダイス、竹下パラダイス、うん、知ってる？知ってます。パラダイスの違う、お弟子さん、違う、ウーマナシアワーではないですのお弟子さんじゃなくて、じゃないですね。え、わかんない。ヘラヘラ三重唱、わかんないな。わかんないでしょ？わかんない。今誰一人わかんないでしょ？僕もわかんなかったんですよ。ヘラヘラ三重唱？うん。今行った人たち出てきたらみんなギャーって周りが、うん、もう若い女の子みんな知ってるじゃないですか。そうよね、ヘラヘラ三重師も、はい、もうそう、あ、そうなんだ、うん、3人ってことですよね。ヘラヘラしてる三重師ですから、ヘラヘラしてる三重師の女歌うんですけど、あ、そうなんですね、はい、で途中でイオちゃんっていう子が出てきて、あ、そうそう、みんなギャーって言うんですけど、うん、俺らの知ってるイオちゃんじゃないじゃないですかそうですね、そうそう、松本の方じゃなくて、松本の方じゃ16だからの方じゃないじゃないですか、はい、ああ、もうだからもう本当アウェーだなって感じで、ちょっとねしんどかったんですけど、そんな中、はい、ね、待ってたら、うん、出てくるわけですよ、うん、まずユナが出てくるわけですよ、あらあら、ね、はいはいはい、ね、あ、やるなと、おお、あ、こんな表情もするんだと、うんうん、まあ後で本人にちょっと詳しく聞きますけど、はいはい、ちょっとね思った以上にあのなんかいい感じでランウェイも歩いてたんで、歩いて、はいはい、おっと思って、うんうん、はい、あれはこれはやっぱそういう武器になるなと思って、はい、いい感じでした。なるほど。でその次、うん、はるか、はい、入り、入り、あ、はるかが先だったっけ、はるかが先か、うんうん、出てきて、うん、あいつかっこいいよ。あ、うん、かっこいい、うん、やっぱ身長ももちろんあるからっていうのもあると思うんだけど、うんうんうん、出てきて堂々としてて、なるほど、うん、でたまたま僕の座った席の前の席が、うん、女子バスケ部の女の子3人だったんで、うんうんうん、あれはるか先輩じゃないって言い出して、多分だから同じ学校なのか中学なんか一緒だったか分かんないけど、出るって知らなかったのかな、知らない、だからなんかギャーみたいになれ出して、そうそうそう、で堂々とまたラインを歩いて、うんうん、でちょっと休憩とか挟んで、うんうん、後半の部に行くと、うん、ついに出ましたよ、花城のカレンさん、あら、出てきましたか。まあ表舞台に出てくるの相当久しぶりだと思うんですけど、はい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 、なんかね、うん、出てきて、うん、ちょっとなんかカーテンっぽい衣装、あ、カーテン着てたんだ、なんで表現していいか分かんないけどそういう衣装で沖縄コレクションってそういう別にみんながカーテン着てるわけじゃないんだけど画面もね見てたら堂々と歩いて、うん、はいはい、出てきて、その2人後ぐらいに、うん、みなかみまの、だからココナですね、うん、ココナも出てきて、あ、そう、なんかみんなそれぞれ堂々と歩いてました。はい、でまあ僕一応しっかり動画撮って、はいはい、SNS 上げたんですけど、なんかね、うん、やっぱああいう場所で見るとなんかみんなかっこよく見えますね、あのランウェイで、そう、うん、歩いてて、だから逆に我々見てるじゃないですか、うんうん、で後で実際に歩いた人は会場どう見えてたのか、あ、なるほど、後ほど、そういうの聞いてみたいなというふうに思ってますんで、はいはい、ただ僕はちょっとまた別件があったんでエンディングまでいられなかったんですけど、うん、はい、エンディングはまた全員もう一回出てきたらしいんですけど、うんうん、はい、そういうことでちょっと完全アウェーというかなんか慣れない場所だったんですけど、うん、まあ、いい経験が
できたなと。こういうきっかけでも行かないからさ、なかなか、うんうん、ねえ、うん、そっか、そこに歩いてたんですね。みんなも知ってる顔があるとテンション上がりますよね。そうそうそう、だからね、うん、たださっきのメンバーって誰一人分かんないでしょ。ヘラヘラ三重氏も分かんないし、でも今の子たちもみんな知ってます。あ、そうなんですね。だからちょっとは知ってた方がいいんだろうな。なんじゃらかんじゃらかんじゃらかんじゃら竹下パラダイスって曲です。だいたいその方もアーティストなんですね。そうそうそう、竹下パラダイスだから歌うコーナーがあって。あ、なるほど。でモデルのこう、うん、コーナーがあってみたいな、うん、そう、そんなやつだったんですけど、はい、まあ基本的にはなんちゃら竹下パラダイス結構覚えてる。ギャグですよね。いや、これの繰り返しなのよ基本的には。あ、そうなんだ。うん、そうそうそう、まあまあいろいろありましたけれども、はい、ということで、はい、まあなかなかない時間を経験できたんで、はい、はい、楽しい時間でした、はい、じゃあ続いて心行きましょうか。はい、はい、ここはこの週末、うん、土日ブルーブルーブルーさんの3周年ライブに出演させていただきました、うんうん、はい、あのブルーブルーブルーさんはよくご一緒する方、うん、グループなんですけど、この3周年が実はここの3周年と同じで、あ、そうかそうか、あの6月13日かな、うん、がブルーブルーブルーさんも3周年迎えたんですけど、うん、あのここたちの大同期はみんなこの時に OBP 加入3年目4年目デビュー日が一緒ってこと。そう、デビュー日が一緒で、すごくなんかなんだろう、そこですごく運命というかね、うん、なんか縁も感じましたし、うん、でこの大切な3周年ライブ2日間出演させてもらったことが嬉しいなと思って、うん、まあね、なんかもうまずかっこいいもんな、うん、そうなんですよ、すごいかっこよくて、うん、なんかもう、もう見るたんびに本当にかっこよくなってて、うん、もう最初からもちろんかっこよかったのあったんですけど、うん、ここ最初に実は見たのが、うん、小学校6年生の時に、あのまた違うグループで、あ、はいはい、その前の、そう、前の名前でやってた時に、うん、友達に誘われて見に行ったんですよ、うん、その時もすごいかっこよくて、うん、今でも覚えてるんですよ、うん、でもうそこからまた月日流れて、うん、この一緒に対バンする時に改めて見たんですけど、うん、あ、すごい、もっとなんか前よりインパクト強いと思って、なんかすごいなと思いました。そうよね、また東京で活動するときはちょっと名前が、東京ではまた他のグループで、ね、5人でやってたりとか活動してるんですけど、なんかこのブルーブルーブルーさんのメンバー皆さんもすごい優しくて、あの OBP は小学校中学生メンバーもいるんですけど、だからよくブルーブルーブルーさんに絡みに行ったりするんですけど、もうすごい優しく接してくれて絡みに行くんだ。よくなんかこの小学生中学生メンバーが絡みに行ったりして、あ、もうお姉ちゃんになんか絡みに行くみたいな感じ。そうそうそう、でもなんかブルーブルーブルーさんたちもすごい優しく対応してくれたり、あとなんかこの楽屋での心遣いもいつも丁寧で、この3周年ライブの時も OBP のこのテーブル、楽屋のテーブルにメッセージカード置いててくれたりとか、そういう気遣いもできるところがそう嬉しくて、あとはなんかもうみんなで食べてくださいって言ってお菓子とかも楽屋置いてきてくれたりとか、そういう気遣いができるところも本当に尊敬してて、なのでここも自体もかっこいいのが好きだから、なんだろう、憧れお姉さんたちみたいな感じのイメージで、ちょっと大事なライブ出演できたのが嬉しかったです。あ、いいですね、まあでもデビュー日同じってなんかちょっと運命じゃないけど、そうですね、そうですね、なんか感じますね、共感できるものがいろいろ、そうですか、ちょっとね、あの土曜日は大きくこれ行ったし、日曜日また別件が行けなかったんですけど、まあでもまた一緒にライブする機会もね、そうですね、対話もこれからもあるんで、うん、はい、またじゃあその時を楽しみに見たいなと思っております。はい、はい、じゃあ、ツイキャスちょっと駆け足でいきます。はい、高坊さん、こんばんは。こんばんは。合否がいかがでしたか。ダムが今 100% だそうです。そうか、はい、貯水率すもん、ね、100です。100、はい、久しぶりに100って見ましたね。はい、もう降りすぎだよね。どうやら週末あたりひょっとしたら梅雨明けするかもしれないですけど、まことさん、ココロちゃん、カナさん、ヒヤさん、こんばんは。こんばんは。シゲさん、カナさん、ヒヤさん、こんばんはです。ココロちゃん、こんばんは。こんばんは。ユッキーさん、皆さんこんばんは。カナさん、先日おきこれで初めてご挨拶できてよかったですということで、そうなんですよ、ユッキーさんとお会いできて、あのユッキーです、あの写真がうまい、そうそうです、そうです、そう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 、なんか優しそうな感じの方で、あ、そうなんですね、うん、はい、ずっとちょっと喋る時間があったんですけど、はい、今後ともよろしくお願いします。
ママさん、心って来てます。あ、こんばんは。はい、MJ さん、神田さん、ヤハさん、そして大人心ちゃん、こんばんは。こんばんは。山本さん、心先輩。あ、こんばんは。はい、先輩です。ちょっと先輩かね。あと、ユーポーさん、こんばんは。あ、こんばんは。ユーポーさんにもちらっと会いました。あ、そうなんですよ、お聞こえで。あ、そうですね、はい、言ってましたね。私が、うんち書かれた人ですっていう。あ、そうなんだ。リアに、あの例の言ってきました。はい、言ってきました。はい、沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。ナルタさん、お疲れ様で、体作りのためのジムは大事ねってことで。はい、頑張ります。できる限り行きましょう。30分だけ。はい、ニーヌ・マッケンジーさん、皆さんこんばんは。カノさん、土曜日はドアウェイ沖縄アリーナで、オタク3名と一緒にヒットポイント回復してくださってありがとうございました。そう、ユッキーさんと、ニーヌ・マッケンジーさんと、あと二郎さん、はい、3人と休憩時間にちょうど外で会って、はいはい、我々アウェーですねって言いながらいろいろ喋ってたんです。だいぶ喋りましたよ。あ、そうそうそう、カナさん、土曜日麻雀勝ちましたかって、その後僕麻雀の大会があったんで、しっかりプラスポイントに持っていきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。テレキさん、トミグスクのローソンのトイレからこんばんは。カナさん、オーシャンは水だけ悪いからスコア悪くても気にしないでってことで、あれね、オーシャンじゃないんですよ、あれね、サザンリンクスです。はい、ひどかったです。はい、ひどかったです。もうゴルフも行ったんですけど、ね、うん、なかなかきつかったですね。あ、バファさん、わからないのわかるって、さっきの、うん、今わかんない、ね、キラーとは蒲田ではないですね。はい、MJ さん、投稿三重者知ってます。ああ、もう僕も、はい、橋本武藤長野すぐ言えます。はい、ちょっとわからないですけど。嘘、うん、そうか。あ、闘魂三重士って言われたことがちょっと分からない、ね。あ、そうですか、はい、そうなんですよ、山本、伊代ちゃんが違ったんですよね、うん、はい。安くんさん、かなさん、伊代さん、コロちゃん、ハイサイということで、はい、あ、28歳になったということで、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、さあ今日はもうゲスト、はい、ね、さっきから名前が挙がってますけど、月野ゆな、そして島袋リア、2人、来てますんで、はい、そちらまで楽しみにしていてください。では進めてみましょう、沖野ガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。こんばんは、OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれ？なんだっけ、かなさん。ギノガルフです。そう、ギノガルフ、生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか？え、なんかって何ですか？時間ないのでもういいです。ギノガルフ、聞いてください。心さん、バッチリです。いざワンツーちゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。そういうことか。土曜日を英語でジェニーベリー、ジェニエリー、フェビレリー、フェビレリー、マーチ、いや、エイプロ、あ、エイプロ、エイプロ、エイプロ、ジュン、ジュン、ジュライ、ジュライ、オーガスト。さすがです。ギノガルフ。さあ、ギノガルフをお届けしています。ここからはグッドフィールドグループからのお知らせ。では心、お願いします。はい、はい、今日は那覇メインプレイス1階南口スターバックス向かいにあるトレオクラウンズワイドボールをご紹介します。メンズライクだけどどこか女っぽくてツヤっぽいをコンセプトに、西海岸の空気感をイメージしたレディースメンズレイリーユースなカジュアルブランドです。定番のリンクコーデドレオではオソドレオとも言います。強みでもある履きやすく美脚効果抜群のデニムやコーディネートにアクセントを簡単に取り入れられるドレオらしいポップな柄シリーズも多数発売中。梅雨入りし毎日蒸し暑い日が続いていますね。今回はそんなどんより気分をパッと明るくしてくれるドレオの新作商品をご紹介します。まずはオリオンビールとのコラボ商品です。こちらなんと第1弾が大人気、
即完売し再販売になった商品なんです。 T シャツ、ワンピ、シャツの3タイプあり、 T シャツとシャツは男女兼用となっています。オリオンビールのロゴはもちろん、ドレオクラウンズのロゴもデザインされており、シャツはアロハシャツっぽくも着ていただけます。レイヨン素材なので涼しく着心地も抜群です。続きましてカスタムシリーズのご紹介です。こちらのカスタムシリーズはドレオらしさ満載の大きめのロゴや継ぎはぎのデザイン、アメカジテイストなものばっかりです。ゲームシャツ、スウェットパンツ、ワンピース、デニムミニスカート、全5タイプございます。どれも夏らしいカラフルな色合いで、着るだけで元気になる、そんな商品ばかりです。その他にもメンズ商品も充実しており、これから長く着ていただける T シャツも豊富に取り揃えています。 M サイズ、L サイズとサイズ展開もありますので、ぜひ好きなサイズ感を探してみてくださいね。今回ご紹介した店舗の情報はグッドフィールドグループの公式インスタグラム @good_fieldgroupでもご覧いただけます。他のブランドスタッフおすすめ商品やスタッフコーディネート、イベント情報なども盛りだくさん更新しておりますので、インスタグラムでハッシュタググッドフィールドグループとご検索ください。お問い合わせはドレオクラウンズ、ワイロボール、那覇メインプレイス店、電話098-951-1500 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで今日はロデオクラウンズワイドボールなんですけれども、もう場所はね、言ってましたけど、メインプレスの1階スターバックスのすぐ向かいにありますので分かりやすいと思います。で、リンクコーデオソロデオとも言いますけれども、ここはどうしてもデニムとかのイメージがね、非常に強いと思うんですけど、その他にも今日ね、コラボ商品の話題がありまして、第1弾が大人気、なんとオリオンビールと、はい、ね、コラボ商品ということで、うん、T シャツワンピース、そしてシャツの3タイプあるということで、なんかこれ涼しげでいいですね。可愛い、めっちゃね、またレイヨン素材ということで、涼しくこの夏を過ごせるのではないでしょうか。で、その他カスタムシリーズもいろいろあります。ゲームシャツ、スウェットパンツ、ワンピース、デニムミニスカート、全5タイプあるということですので、こちらもね、スタッフになんかいろいろ話をしながら、どれがいいなんてね、会話もしながら選んでいただいてもいいのかなと思っております。その他、グッドフィールドグループインスタもやってますので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。ということで今日はロデオクラウンズワイドボール那覇メインプレス店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、それではここでゲスト、はい、はい、入っていただきましょうか。それではじゃあ大移動、はい、お願いします。はい、皆さんが後ろに行く、こっちに座る、椅子がこっちに来る、座る、画角を、広げる、はい、はい、イハが後ろに座る、イハハンドマイク持つ、はい、大丈夫ですね。はい、ということでじゃあゲストそれぞれお二人自己紹介お願いします。はい、17歳の月野ゆなです。はい、そして17歳の島袋リアです。はい、それ来ました。はい、まあ、僕はね、2回目ですけど、はい、岩さんとは初めて、はい、ましてですね、どうも。初めましてです。ハンドマイク持ってるのが岩です。はいはい、ようやく、はい、ちゃんと顔合わせできたなという感じなんですけれども、はい、もうね、早速いろいろ聞きたいことがあるんですけど、はいはい、ちょっとさっきのおきこれの話したからさ、はい、ちょっと岩から聞いていい？あ、はい、うん、どうでしたか、実際にオキコレ参加してみて。2回目よね。2回目ってことなんで、今年でね。でもやっぱり2回目でも緊張しいので、うん、舞台裏ではすっごい緊張してるんですよ、うん、でもなんかデビューして人前に出るのに慣れたので、うん、なんかステージに出るとなんか緊張をあんまりしないで、うん、歩けるようになりました。出るまではやっぱ緊張するけども、うん、ずっとバクバクなんですけど、ステージ上がったらそう、なんか笑顔でできるようになりました、うん、いや、なんか堂々としてましたよ、うん、見た感じ、本当に。あ、じゃあ去年よりはさらに、うん、はい、去年よりかは全然納得のいく感じで、うん、できたんじゃないかなって。これさ、どこまで喋っていいのか分かんないんだけど、うん、例えばそのユナが着てた衣装あるでしょ、はい、あれは
もう決められてるの？決められてました。あ、これを着ましょうってことで、うん、このブランドに着ましょう、あ、このブランドですよっていうのを前々から聞いてて、うんうん、でもどの洋服着るかは前日のフィッティングで、前日しか分かんないんだ、はい、うん、へえ、そうか、そうなんだ。で、あれさ、はい、もう俺らは本番しかもちろん見てないわけで、うんうん、例えばリハーサルとかもあるの？今回はなかった。あ、ないんだ、はい、場当たりはステージ見てちょっと歩いてみようってのはあったんですけど、うん、あ、こういうね、うん、動線こうですよみたいなのはあるけど、でもなんかタイミングとかは全然なくて、うん、そうなんだ、バーってみんなで歩いてって感じです。あれ、じゃあみんなすごいね、うん、ね、うん、これそういうのがなしでやるんだ、うん、はい、不安とかなかった？ありました。いや、もう本当でもいい感じで、で、うんうん、さっき聞きたかったんだけど、はい、まあ、僕らは、ね、外から見てたんだけど、うん、ユナからこう会場ってどういう風に見えてたの？なんか沖縄アリーナ、うん、白飛びしてるんですよ、うん、あんまり見えないってこと。あんまりお客さんの顔が見えなくて、そうかそうか、正面をがっつり当たってるし、うん、そうなんですよ、うん、でもう近くに来た時は見えるんですよ、うん、だから、うん、下の人たち、うんうん、でも上の人たちはなんか逆光みたいな感じになって、そうか、照明と、あと、まあ、みんなペンライトも持ってたしね、うん、そうですね、うん、でも声は聞こえるので、うん、声で安心してました、うん、なるほど。そうか、もう、うん、ユナファンの声は聞こえてたってことですね、はい、ユナーって。なるほど。嬉しいね。誰か知り合いとか、家族とか来てた？あ、家族が全員来てました。全員来てた。県外に行ってるお兄ちゃんまで帰ってきて、うん、来てくれました。あ、これはでもなんかかっこいいところじゃ見せられたね、うん、はい、嬉しいね。よかったよって言ってくれた。そうそう、だから終わってその帰った時にそういう話がやっぱあった、うん、はい、そうですか。でもちょっとダメ出しもされました。誰に？お兄ちゃんに？お母さんに。お母さんにダメ出しされた。ちなみに何て言われたの？ちょっと手また振りすぎてないみたいな。嬉しいな。でも顔は良かったよって。あ、なるほど、その辺はしっかり見てくれてるんですね。なるほど、そうです。いや、まあでも本当に客観的に見ても17歳で、うん、あれだけしっかり歩いてたんで、何ポーズかやるわけでしょ、そのまた、はい、まあ、まあ歩いてそのまま正面行って、うん、帰る時にサイドサイドだよね、うん、はい、そうそう、あ、そっかそっか、そんな感じだったんですけど。その時にちょっとサイドサイドで手振りすぎたのかな。いや、ね、なんか歩いてる時に左手がめっちゃ、うん、あ、その振りすぎ、歩いてる時の振りすぎってことですね。そっちか。なんか緊張したら手をめっちゃぶん、うん、ブンブンしちゃうみたいで、うん、それが出てました。なるほど。そしてなんとその会場にクロちゃんも来てたじゃん。そうですね。だから、はい、ユナは2週連続で連続クロちゃん。あ、本人に会った？会いました。会えた。楽屋で会って挨拶しました。うん、おお、ちゃんと覚えてた、ね、覚えてました。すごかった。なんかクロちゃんめっちゃいろいろね、うん、ツイッターとか、うん、上げてくれて、うん、ね、うん、紹介してくれてましたね、うん、はい、なんかリアクションあった？なんかこう上げてくれてることでユナに対しての何かありましたか？例えばフォロワーが増えたとかさ、フォロワーはすごい増えました、うん、50以上は多分増えたと思う、一気に。へえ、そうですか、うん、いや、まあでもなんかね、クロちゃんも覚えててくれてね、はい、なんか OBP のみんな元気みたいな、ね、ね、ツイートもしてくれて、なんかいい関係でね、今後もできたらいいですね、うん、はい、はい、はいはい、さあ、そして、まあ、リアも来てくれたんですけれども、はい、来ました、元気？元気です。元気そう。元気でしょ？元気そう。元気でしょ？いや、まあ、リアはね、心と一緒にブルブルブルのライブずっと出てたわけでしょ、はい、まあ、はい、それもそうなんだけど、うん、やっぱり黒フェスで、はい、いろいろ伝説を作ったらしくて、はいはい、ああ、なんか先週のギルガルフでもちょっとね、出ましたね。ね、なんか、ね、メンバー内でもそうだし、うん、その来てたオタクの皆さんの中でもそうだし、はいはい、いろいろあったらしいんですよ、はいはい、これ、ね、本人なんか覚えてるのあります？覚えてるのは、うん、なんかうんち書いちゃいましたね、うん、もうね、ちょっとはしょりすぎなんでいろいろ説明すると、うん、なんかしゃがんで撮ってる姿が、はい、そういう風に見えたから、うん、チェキに描いたってことなんですけど、あ、そのポーズがそうそうそう、うんちに見えちゃったと、はい、うん、この
ピンのポーズ、うん、最初ね、うん、ワンショットって分からなくて、うん、なんかピンでっていうのが分からなくて、はいはい、ピンでっていうのが分からなくて、うん、それでなんかこのファンの方が、うん、ピンでお願いしますって言われた時に、うん、マネージャーさんに向かってこれですよね、お願いします、ピンでお願いします、頭の上にピンしたらしい、はい、そう、そしたらこのファンの方も、うん、このマネージャーさんも、うん、は大丈夫リアみたいなそりゃそうなるわ、え、逆に大丈夫、え、違う いや、それで撮ったから、はい、まあそういう風に見えて余計に見えてっていうことで、ね、でも新しいそれでポーズが生まれたってことですよね、ピンポーズ、それだからその人に会ったよ、ゆう、あ、そう、ゆうちゃん、ゆうぽんさん、ゆうぽんさんだったけど今ゆうぽーさんになっちゃうよ、今ツイッター誌にもじゃあ、そう、それもなんか、うん、あの間違えたらしいの、チェキで名前書くときに、ゆうぽんさんをゆうぽーさんって書いて、ツイキャスのコメント欄でこんなにうんち並ぶときって今まであるのかな貴重な回ですね、これ、うん、このチェキって喋りながら書くじゃないですか、うんうん、それでたまに話に夢中になって書くことを忘れるんですよ、うんうん、で、なんか頭がパッパラパーンになって、うん間違えて、うん、うんを書いてるつもりが、うん、ゆうぽうんってなっちゃってて、うん、あります？たまにたまに喋りに夢中になって、ちょっと書くのが、はい、あります？俺はそんな書かないからそんな時期取る人じゃないからさ、で、そのライブの時にも来てくれたんでしょ、そのゆうぽうさんが、はい、来てくれました、で、そのチェキでもなんか、なんか大切にするねって書いて、お B って最後に書いてるんですよ、意味が分からないと思うんですけど、 B っていうのはどういう、分からないです、ここに証拠があるんですけど、大切にするね、 B これだあ、B、あ、アルファ、まあ、ABC の B、ね、ABC の B、これ何、これには訳があって、うん、ブルーブルーブルーさんのイベント、うん、3周年のイベントで、うん、このチェキを取ったんですよ、うん、だから思い出にこのブルーブルーブルーさんのも残そうと思って、うんうん、B って書いたんですよ、うん、そしたらみんな伝わらなかったみたいで、みんなに B,、ね、B って何みたいなブルーぐらい1個書いたらまた分かったかもしれないですB だけだったら分からないですね、ちょっと分かりづらかったかもしれないですね、スペル分からないじゃないですかブルーの前のように受けてね、パッと言われてまあそうね、3人うなずくだろうな、うん、ブルーのスペルはまあ、じゃあ最初 B よな、はい、B そうですね、じゃあ3人協力しましょうか、そうしましょうか、あ、ユナ、まあ、全部で分かる、じゃ あ、分かる、順番にスペル言ってください、はい、あ、ユナ、うん、B、うん、L、うん、U、E、 おー、合ってます、うん、あ、この中でしょ一番賢いのかな、いや、ここも思ってましたよ、ほんと今、ほんとですよ、ほんと、リアも今なら書きます、いやもうユナさん、この3人はなかなか、はい、なかなかなんですよもうトリオなんですよね、もう、そうですね、花の17歳トリオで、特にチリに関しては壊滅的なまあいろいろ確認をしていきたいんですけど、はい、いや、心もさ、だからプロフェスの時のリアもいろいろすごかったわけでしょ、うん、で、まあユナも当然見てる、それをだから2人の、遠征で初めてだったわけでしょ、あ、そうですね、それを見てってどうでしたか、はい、どうだった、いや、どうだったあの、ここはこの、うん、結構なんだろう、小学生、中学生メンバーがいるから、うん、このその子たちをずっと見守りたいしてたんですよ、うんうん、このお土産の時も一緒ついてったりとか、この衣装、横断歩道渡る時も手つないだりとかで、うんうんうん、もうここに構ってる余裕なんてないんですよもうなんかずっとリアちゃんがなんかしてるけど、もうここは突っ込まないからねって感じで構ってる余裕ないんですよ、部屋でもずっとこうルーリーとエミリンとリアちゃんと同じ部屋だったんですけど、なんかルーリーから急に妖精の話し始めて、なんだっけ、なんか妖精のおじさんが喋りかけてくるんだけど、どうやって話し返したらいいんだろうって言ってて、それだ、でリア、妖精なんか普通になんか、もうその後ここはえっと思ったんですよ、うん、えっと思って、まあ、誰かがなんか突っ込んでくれるだろうなと思ったら、うん、エミリーもリアちゃんも乗り出すんですよ、話に3人でも妖精のおじさんの話を、なんか妖精だったらさみたいな、なんかここ以外別次元の会話しててそこの会話に心入らなかったわけ、ね、はい、もう疲れたからもう突っ込まないって思って会話入らずに部屋の隅でずっとなるほど、
まず確認なんだけど、うん、ユナはこういう話題が出た時は入る人入らない人。入る人です。入る人か。入る人なの。なるほど。そっち系ですね。でも妖精はいると思います。嘘。見たことある？あります。どんな妖精でした？なんか、うん、スーパーの前を歩いてたんですよ。はい。そしたら、うん、なんかビューンって行ったんですね。うん、でも絶対大きかったんです。トンボかなって思ったけど、うん、絶対違う、そう飛んでたんです。目の前ブーンって言って、うん、でもコンクレだったんですよ、うん。トンボじゃないでしょ？手のひらサイズぐらいのものが。分かった。カブトムシじゃない？鳥じゃない？違う。鳥違うの。いやさん、本当に違う、はい。前来た時はこんな感じなんですよ。どうされたんですかこれ？いやいやいや、だからまあでもじゃあ一回多分見たという。うん、見た。あれは。妖精。妖精で。妖精。でもさ、そんなさ、妖精がさ、可愛くなくない？ブーンとか言ってた。なんかみたいな感じでさ、ひらひら。もっとふわふわふわって感じじゃないの？バレたくなくて早かったから。一旦ちょっとしっかり流れを戻したいので、はい、お知らせからいきます。あ、そうですね。はい。じゃあ OBP からのお知らせを、はい、はい、ぜひお願いしたいんですけれども、はい、誰が言いますか？はい。はい、じゃあリアお願いします。リアが言います。はい。OBP は今週末ライブ出演があります、うん、で6月22日の土曜日に、那覇サイバーボックスで開催されるボクマニアさんの3周年記念のイベントがあります。記念3周年記念のイベントがあるんですよ、うん、はい、ちょっと混ざりましたね、はい、今ね、はい、それに OBP が出演させていただきます、はい、今度土曜日ね、はい、22、はい、22、うん、はい、で詳しくは OBP の SNS をチェックしてください。お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。ね、OBP は今週末最後のライブとなるので、今週末じゃないね、今月です。今月まあ今週末だったら今週最後だし当然そうでしょうけど、そうだ、今週末でもあるし今月最後のライブになるので、はい、お願いします。はい、ということで詳しくは、まあ、ツイッターとか、まあ、X か、はいはい、などなどチェックしていただければと思います。はい、はい、他にははい、はい、行きましょう。先月私たちが参加しているニワールドオーダー撮影会という撮影会があるのですが、うん、5月の撮影会でね撮っていただいた写真が今 X 上にアップされてきているので、うんうん、よかったらハッシュタグニューワールドオーダー撮影会、ハッシュタグローマ字で NWO 撮影会で調べてもらったら見れると思うので、うん、ぜひぜひそちらチェックしてほしいなって感じです。次回の開催は7月14日の予定です。あ、もう決まってんだそれ。もうでも予定なので、うん、一応決まり次第また OBP の SNS からも発表されると思うので、はい、そこら辺チェックよろしくお願いします。はい、ということだそうです。はい、今放送中ですよいやね、画面にね NW を伝えてくれたんで、そのまま曲一回いきましょうかね。はい、はい、じゃあまた2人からリクエストということで、はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、はいはい、OBP でダーウィンです。すいませんか。いいと思います。2時間は大変だよ。ここ全然落ち着かない。全然落ち着かないな。あ、そう。じゃあしっかり映ってるよ、そこ。そっか。怪しいな、このおっさん。エアコンこれ全開？ギャン君、はい、エアコン全開これ。エアコンは全開ではあるんですけど、うん、もう少し下げてます。うん、一度ぐらい下げてほしい。なんか人多いからだった。情熱が。情熱。体温が普通。あ、体温か。あ、これもツイキャスではコメント流れてるから。音もね、音もね、広い。誰の情熱が一番？俺さ、この、ごめん、ね、話してる、この途中。これ、
OBP の動きがよく分かってない、サビのところ。サビこの曲のサビ、OBP の O がこんな。O。で、B が。B が、あの、足。B が分かってないのよ。足を。B、お客さんから見てシャンパンの、なるほど、見えるように、なるほど、おー、B、あ、B、腰さん、A が足、なるほど、そう、腰、おー、B、B、あー、なるほど、これ早く、そうそう、そう、早く、ここ、ここ、はい、早くやったら、O、B、B、わかる、でも、O、B、B になります、間違えるね、なるほど、なるほど、そういうことね、はい、なんとなくいつも見ててさ、B がこれなんだ、こっちなんだ、あ、やっぱ結構難しいんですよ、ね、そう、間の関数で一応説明はしてるんですけど、お客さんに、うん、やっぱみんななんかこの結構サビが早いから、うん、そうそう、頑張ってくれてるの分かるんですけど、そう、だからこの大笑きみたいなんだけど、あと D だけ合わせろっていう、あ、ね、難しいな、そう、 D が B こうなんだね、なるほど、最初苦戦しました、なあ、ちょっと今だに、ちょっとやっぱ早いかな、でも、うん、途中からコールなどでごまかしてます、あ、ダンスねなるほど、いつも自分もできてません、やっぱそうなんだ、いい、全然全然いい、絵面がはい、あと30秒です、はい、はい、では間もなくです、10秒前、はい、今かけた曲は OBP のダーウィンでしたOBP でがいいですねOBP でダーウィンでした、はい、ありがとうございます、前回と全く同じことでございました、ありがとうございます、今そのサビの部分の OBP の、 あの振り付けを、うん、まあ、ちゃんと教えてもらって、そうそうそう、もう、はい、ね、ずっと見てるけど、 いざ自分がやるとよく分かってなかったんですけど、うん、あ、でも今ので分かった、あ、もう覚えた、覚えた、次から踊れます、できるかな俺参加します、俺踊り出したら変じゃない、でも大丈夫でも踊ってほしいですよ、気持ち的に、神田さん前も言ったけど、ずっとスマホ向けながらニコニコしてるずっとそれニコニコ、なんか親目線のような、いや本当そうだ、みんな頑張ってるな、お父さんが見に来た感覚なんて感じたらそうだ、授業参観とか運動会とか、あ、頑張ってる、本当は踊りたいんだけどね、いやもう踊りたいんだけど、ステージで、そう、ステージじゃない、おかしい、ステージ、下からこうなんかニコニコしながら撮ってるいうのはよくありますけどね、そうですか、いやー、ダーウィンは2人はどう、ダンスは、ダンスは2番の、うん、ここが難しい、あ、夢を超える、夢超えるがすごい難しくて、うん、マイクの移動が激しいんですよ、うん、そこら、あ、うん、あ、そう、持ち替えがあるんだけど、持ち替えがあって、うん、そこが一番苦戦してますね、なるほど、ユナどうですか、でも、うん、ダンスは簡単な方だっては、あ、この曲はね、うんうん、あると思いますなるほど、まあまあ、ダンスに関してこの曲はね、なるほど、そうですか、はい、はい、そして伊波さんが、はい、まあ、2人、ね、番組で絡むの初めてじゃないですか、はいはいはい、僕はこの間、まあ、ある程度は分かったんですよ、うん、はい、なんか聞いてみたいこととか、はい、そういうのはありませんか、そうですね、もうベタに、うん、本当に一番好きな食べ物とか聞きたいですもうアイドルに聞く質問ですねいやちょっとベタに聞きたいです、いいと思う、はい、じゃあリアからいきますか、はい、リアは野菜が大好きです、おー、ざっくり、野菜待て待て、もう少しあるんですよ、野菜の中でも、野菜の中でも、うん、きゅうりとか、うん、キャベツとか、うん、
緑シャキ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 系が大好きですね。いやでも、うん、ツイッターほとんど肉しかない確かに野菜、野菜が大好き。いやでもキュウリは俺も好きで、うんうんうん、必ずなんか寿司屋とかの締めはなんかキュウリ巻きとかカッパ巻きとか、わかります。梅キュウとか食べたり。あ、美味しい、美味しいよな、うん、めっちゃ美味しいです。ユナはどうですか？ユナずっと言ってるんですけど、うん、キュウリです。あれなの？ユナキュウリが一番好き。キュウリ美味しいよな。かなりキュウリが好き。しかも、うん、永遠に食べれるじゃないですか。まあ、わかるわかるわかる。なんか腹にたまらないから、うん、ほとんど水分だもんね。そうそう、うん、だから食べても食べても太らないし、いいなと思って。なるほど。うちの娘もキュウリが好きって言ってたよ。高校生なんか流行ってるのかな、キュウリ。そんなこと、だって心キュウリ食べる？こう食べますけど、まあ、うん、自分からはそんな食べないあったら食べるぐらいあったら、まあ、率先して好きってわけでもないよな、うん、カッパ率高いですね。カッパ率、キュウリ好きだからカッパ率が高い。あ、キュウリ食べられない人って、あ、たまにけど聞くよね、味がちょっと苦手とか、うん、いるんですね。いるのよ。いや、寿司屋行ったら何から手つけるんですか？何から食べます？なんだろう、やっぱきゅ、まあ、キュウリ巻きなんですか？あ、カッパ巻きですね。カッパ巻き、キュウリ巻きって言わなくて、ゲナマヨコーンです。マヨコーン、今風今風ですね。あ、でも最近サンマとか美味しいですよね。ブリとか。あ、急に寿司の話をあれ寿司じゃないですか。寿司屋に行ったら何食べますか？何の話、なんて言った今。サンマとかブリが美味しい。あ、サンマとかも寿司屋で食うんだ、うん、おお、なかなか通ですね。ブリは分かるけど、そうですよね。そうかそうか、うん、いいですね、うん、なるほど。あの、お肉は何が好きなの？部位は。お肉、タンですかね。牛タンが好きです。なるほど。え、もしかして。いや、いいいいです、いいですか？うん、好きですよ、僕も今のところほとんど身のない話してますなんか一つぐらい、なんかもう少し。はい、はい、どうした？実は、うん、私リア9月29日生まれなんですよ、うんうん、なんと牛肉の日なんですよ。お、本当だ。牛肉なんですよ、皆さん。肉は分かるけど、牛じゃないですか。牛肉の日。牛肉の日なのに好きな食べ物は野菜です。ありがとうございます野菜です。完璧。ありがとうございます。皆さん、あとは、あ、結構満足しました。あ、もうすごいの、はい、じゃあ一旦じゃあ CM 行きましょうか。はい、じゃあ一旦 CM です。こんばんは、 OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれ、なんだっけ、かなさん、ギノガルフです。そう、ギノガルフ生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか？え、なんかって何ですか？時間ないのでもういいです。ギノガルフ、聞いてください。心さん、バッチリです。いくぞ、ワンツーちゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないない、こんな、だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。おすすめの四字熟語とか教えてもらってよいですか？四字熟語、あれです、朝飯前3文字。ギノガルフ、ギノガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。今 CM 中に言ってたんですけれども、ののかちゃんが今8歳なので、うん、令和生まれじゃないんですかってリアが言い出したんですけど今は令和何年でしょう？令和1年、うん、令和1年始まった段階。なわけないか、うん、5とか5とか6とか6です。あ、6、はい、なので、はい、令和ではないですよね。令和ではないか、はい、うん、平成のもう終わり。終わりでしたらね。そうですね、うん、あ、ちょうど終わりですか？ちょうどって、まあまあ、29年かそのぐらいじゃないか、30年か。す
くらいかなと思います。令和の前はじゃあ何ですか。令和の前は平成。平成の前は昭和。昭和の前は大正。大正の前は明治。明治の前は江戸。おお、そこはいけるんだ。あたぼうですよ。今の首相の名前は何ですか。え、大統領ですか。首相、まあ、総理大臣ですね。総理大臣、日本の総理大臣と3人行ってもらって、うん、あ、なるほど、はい、それで締めましょう。はい、誰だと思いますか。え、デニーですか。デニーさん、デニーさん、じゃあユナお願いします。岸田さん。はい、心お願いします。こうアメリカの方でいいですか。はい、バイデン大統領。アメリカの方でいいですか。よくわからないですね。またこの中ではユナが一番賢いかもしれないですね。さらっとね、はい、うまく言えましたね。はい、はい、ということで、2人久しぶりの出演でしたけど、どうでしたか、リアから。すごい2回目の方が緊張してちょっとコミュ障になるんですけど、うん、そうでもないけど。え、そうですよ。いや、コミュ障なんですけど、すごい緊張してたけどめっちゃ楽しかったです。はい、ゆなどうでしたか。え、変わらず、うん、アットホームで楽しいです、うん、はい、もう伊波さんいると余計にアットホームになりますね。はい、はい、僕はこの座り位置がすごい心地悪いです。次からなんか対策しましょう。はい、また遊びに来てね。はい、はい、来たいです。待ってます。はい、というところで、あっという間にお時間です。金のガルホワイト、神田邦弘と伊波優作と心と月のゆなとリアと誰よ。いや、でした。すいません、釣られました。いや、でした。いや、でした。はい、ということで皆さん、また来週お会いしましょう。妖精がまだいるんかな。すげえな、やっぱすげえな。いや、チャンピオンが急に入り、なんか入ってくる。いやー、すごいなぁ。いや、皆さん、これがはい、リアです。リアちゃん、はい、いいですね、明るくね、ですね。なんか、あっち来たらまたちょっと違う。そうですね。だけど、まあ、そういう遺伝子は、うん、ちゃんと持ち、ちゃんと OBB。今日も絶好調です。うん。え、血つながってないですか。そういう、そういう問題ではないんですけど。そう。でも、普段からこんな感じよね。あ、もうずっとずっと。ずっとよ。うん。作ってるわけじゃないってことですね。ずっとずっと、本当にこっちが疲れちゃうぐらい。でも疲れちゃうから、レッスン中はいちいち突っ込まないんですけど。そう。そうか。ユナならかばってあげてる方。ユナ、ずっと笑ってます。あ、そうか。ずっとつぼって、ユナちゃんで。なるほど、いいですね。地元のスーパーとかでおしゃべり好きなお姉ちゃんみたいなのがいそうだよね。いくらでもしゃべれそうね。はい、さあ、ということで時間です。またじゃあ良きタイミングで2人遊びに来てください。はい、はい、